なあ、鈴鹿、今日家来れる？行く。オッケー。何時に仕事終わる？今日は定時上がりだから、7時にはマサトの家に行けるよ。じゃあ、軽く飲みにでも行くか？行きたい。焼き鳥とかでいい？いつもの店？もちろん、あそこ酒安いからな。そうだね。でも前は酔いすぎてごめんね。酔った鈴鹿も可愛いから、今日もたくさん飲んで。やだ、集大さらしたくない。無理、絶対飲ませ。覚悟します。じゃあ仕事終わったらまた LINE ちょうだい。うん。お仕事頑張。マサトにそれ言われたら永遠に頑張れる。10分後。ユーナごめん、今日やっぱり無理になった。マサト君、そう、よかったじゃん、誘われて。うん、本当に嬉しい。やっぱり鈴鹿の予想通り、毎週水曜は誘われるんだね。うん、80% くらいかな。すごい統計。てか、そろそろ付き合いそう？どうなんだろう。私はマサトと付き合いたいけど、向こうはそんなことなさそうな気がする。今日も高値にだけ行きます。なんで付き合わないんだろう。わかんない。マサトはすごく優しいけど、何考えてるかわからない時がある。他に女いるとか？いないと信じたい。でも多分いるだろうね。イケメンだもんね。うん、それにバーの店員さんだからね。女に困らなさそうな職業だね。うん、何回かバーに行ったけど、明らかにメスの顔になってる女いたわ。うわ。マサトに聞いたら何もないって言ってたけど、本当かどうかはわからない。なるほど。でもネガティブはダメだよね。バーが休みの水曜日は私が最優先だし、そこは自信持っていく。そうだね、頑張って。うん。1ヶ月後。ごめん鈴鹿、明日なんだけど別日に変えてもらえないかな。そうなんだ、お仕事かな。そうなんだよ。でも明日は水曜日で店休みだよね。オーナーに飲みに誘われちゃってさ、お世話になってるし、どうしても断れなくて。それは仕方ないね。ありがとう、また誘うわ。1時間後。ゆうな、明日の夜暇になった。すぐに家に帰ってもいいんだけど、なんか寂しくて。私は空いてるけど、マサト君の家行くんじゃないの？その予定だったんだけど、急遽仕事が入ったらしくて。また？最近多くない？うん、ちょっと多いかも。だよね。他に女の子いるの。え、そうなの？うん、前にマサトのスマホが光ってたから見たら、女の子から着信あった。え？ LINE のトーク見たら、また明日もエッチしたいって入ってた。え？てかスマホロックかけてないの？ロックナンバー知ってるから見れた。なるほど。というか鈴鹿はそれでいいの？いいわけないよ。でもなんて言ったらいいかわからない。私とマサトは付き合ってもない、ただのセフレだからさ。それでもマサト君が好きなの？うん、好きだね。ここ最近は毎回思ってるんだよ、これで最後にしようって。でも会って顔見たら全部忘れるの。抱かれて朝になって会社行くときに、また不安になって病んじゃうの。沼だね。うん、もう本当に。てか今日も仕事じゃなくて女じゃない？うん、絶対そうだよ。はあ、つらい。詰めて聞いてみないの？そんな勇気ない。1ヶ月前は私が最優先だったのに、今じゃ他の女に負けてるんだよ。今マサトに詰めたって絶対彼女になれない。そっか。だから今は何もできない。今日は私頼もう、嫌なこと全部忘れよう。うん、ありがとう。1週間後。今日水曜だけどどうかな。私明日会社休みだから、お昼過ぎまでゆっくりできるよ。ごめん、予定あるわ。また今度こっちから誘うわ。またっていつ？最近全然会ってくれないじゃん。ごめんな、仕事が忙しくて。仕事じゃなくて女でしょ。は？彩香って誰？お前なんで知ってんの？携帯見たの？うん、見た。最悪だな。最悪なのはマサトだよ。なんで私じゃなくてその女なの？私の方が絶対マサトのこと好きなのに、他の女に浮気なんてしないでよ。セフレのくせに何言ってんの？え？いや彼女じゃないよね。なのに浮気っておかしいだろ。それはそうだけど。いいわ、重いよお前。もう会わない方がいいよ俺たち。なんで、なんでそんなこと言うの？
だからもういいって。うざいからかけてくんな。マサト、1分後。マサトに嫌われちゃった。もう無理かも。生きていくのしんどいよ。え、どうしたの鈴鹿。最近全然誘ってくれないから私の方からお誘いしたの。そしたら仕事って言われたから女だよねって返したらキレられた。彼女じゃなくてセフレのくせに何言ってんのって言われた。え、クズすぎじゃない。いや、私が悪いよ。彼女じゃないのに出しゃばって完全にマサトに嫌われた。どうやって仲直りしたらいいかな。何か方法はあるかな。教えてよユーナ。もう切っちゃえば。え、鈴鹿がマサト君を好きなのはわかる。でもマサト君に付き合う気持ちがないのは明らかだよね。それに仮にマサト君と仲直りしてその先に何が待ってるの。またセフレで我慢し続ける日が来るだけだよね。一生付き合えないんだよ。鈴鹿はそれでもいいの。嫌だよそんなの。だったらもう切るべき。できるかな私にマサトを忘れることなんか。できるよ。新しい男の人探そう。いなけりゃ私が紹介する。え、いいの。うん、てか結構頻繁に来るよ。鈴鹿ちゃん紹介してって。え、そうなの。うん、鈴鹿も26歳なんだからさ。そんな将来性ないやつは捨てて真剣に愛してくれる人見つけよう。今回振られたのはショックだけど私はいい機会だと思うよ。うん、そうかも。ユナ、ありがとう。当然だよ、私たち親友だもん。そうだね。半年後。おひさ、鈴鹿、どう、元気にしてた。久々に鈴鹿に会いたいな。あ、マサト、久しぶりだね。お、さすが返信早いな。どう、久々にタコパとかやらない。まあその後はパコパになるけど。ごめんマサト、私彼氏できたの。え、だから家には行けない、ごめんね。彼氏っていつの間に。どんなやつなの。友達が紹介してくれた人。俺よりイケメン。そんなわけないよな。そうだね、顔はマサトの方がいいかもね。だよな。じゃあ今夜来れるよな。鈴鹿とは久々だから燃えちゃうわ。久々記念ってことだし生でやっちゃう。大丈夫、薬飲めば否認できるから。行かないって言ってんだろうが。え、彼氏いるから無理ってさっき言ったよね。話聞いてなかったの。鈴鹿、俺の方がイケメンなんだよな。だったらいいじゃないか、俺にしろよ。あのね、男は顔だけじゃないの。私の今の彼氏は真面目で誠実なの。それに大手企業に勤めてて年収800万円もある人なの。マサトと同じ今年30歳の人だよ。マサトは年収いくらなの。それはその、うん、100万程度じゃ言えないよね。だとしても刺激は必要だろ。イケメンでしか癒せないこともある。今夜俺とエッチしてみたらわかる。あの頃を思い出させてやるよ。いい加減にしてよ。私はもう両家の顔合わせもしてて結婚を前提にお付き合いしてるの。マサトとはもう別次元なの。いつまでも子供みたいなことしてないの。そうか、わかったよ。じゃあお願いだけ聞いてくれないか。あ、まだ何かあんの。金貸してくれないか。は、実はバークビになっちゃって今ほぼ無職なんだよ。もう頼れる人がいないんだ。鈴鹿しかいないんだよ。お願いします、助けてください。助けるわけないでしょ。頼むよ、10万でいいんだ。イケメンに生まれてよかったね。いいところ一つもないところだったね。さようなら。後日談。こんばんは、鈴鹿です。どうやらマサトがバーをクビになったのは本当で、原因は女関係だそうです。お客さんに手を出しまくって店内で女同士が大乱闘スマッシュブラザーズしたらしいです。当然その話はオーナーまで行ってマサトはクビになったそうです。その後ホストになったと聞きましたが、多分うまくいっていないでしょう。顔だけじゃホストは務まりませんから。私は新しい彼氏と順調そのものです。紹介してくれた親友のユーナには本当に頭が上がりません。私幸せになります。